マリオカートシリーズ、マリオカートシリーズ、マリオカートシリーズは、ニンテンドが開発、発売している、アクションレースゲームのシリーズである。このシリーズでは、マリオとその仲間たちがジャンプしたり、水中を走行したり、空を飛んだりする、レーシングカートやオートバイ風の乗り物に乗り込み、マリオシリーズの世界観をモチーフにした、サワナコースで速さを競う、従来のレースゲームと一線を画しているのが、 強いアクション性、ギャンブル性が盛り込まれている点である。走行するコースはグライダーによる飛行や水中走行など、道路だけではなく多彩であるほか、コース上に多彩なギミックが配置されており、レースを有利に展開するための様々な効用を持つ、アイテム入手できる、アイテムボックスなどの仕掛けが存在している。このアイテムボックスから手に入るアイテムはその時の順位によって種類が異なり、 さらにアイテム自体もランダムで決定する。つまり、各プレイヤーの力量に加えて、運も最終的な勝敗を大きく分けるシステムになっている。このため、一人用のタイムアタックモード以外では、プレイヤーは単純にどれだけ速く走れるかだけではなく、そのような不確定要素に対処した上で高順位をマークするためのテクニックや戦略を要される。このシステムによって、 ギリギリのコース取りで、コンマ1秒を争うようなコアなレースゲームユーザー、以外の一般ユーザーにも広く受け入れられ、高い人気を得ている。特に、スーパーファミコン用に発売された、スーパーマリオカート、ニンテンド64用に発売された、マリオカート64は、共に日本国内における各、ハード向けの、全ソフト中最高の販売本数を記し、さらに Wii 用に発売された、 マリオカートウィーはビデオゲーム史上世界で最も販売本数の多いレースゲームになるなど、このシリーズが任天堂ハード普及へ果たす貢献は大きくキラーソフトの一つとして位置づけられている。ウィー有用に発売されたマリオカート8では国内のシリーズ累計販売本数が2000万本を達成しダウンロードコンテンツの配信が行われた。このシリーズは家庭版とアーケード版。 スマートフォン向けアプリ版の3種類がある。グランプリモードでは、シリーズ前作において、講述するキャラクターの中から選ばれた8人ないしは12人、AC 版は6人でレースを行う仕様になっている。シリーズによって差異はあるものの、基本的に各キャラクターごとに、軽量級、中量級、重量級とで分類されており、それぞれ性能も異なっている。また、 複数台ある中からマシンを選択できる作品では、乗れるマシンの種類、固有アイテムが存在する作品では使用できる、固有アイテムの種類が、キャラクターによって異なる場合がある。最新作の、マリオカート8デラックスまでで、レーサーとして登場しているキャラクターは、以下の通り、基本キャラ、各種キャラ、有料 DLC、アッコドックス1は、アップデートで出現。 スペシャルコードキャンペーン等で追加、アッコドックス版、ダウンロードプレイ時のコキのみ、使用可能、NPC み、選択不可、使用不可、登場しない。コースは、マリオサーキット等のオーソドックスなサーキットコース、モトクロスサーキット、市街地、高速道路、建造物の中を走るコース、さらには自然、海、氷、雪、空など、非常に多彩である。 いずれも一連のマリオシリーズの世界観を崩すことなく表現しており様々なキャラクターやギミックも登場する。またマリオサーキットレインボーロードのコースは家庭版の作品にのみすべて登場している。それに加えてクッパキャッスルはシリーズ全般で登場している唯一のコースである両者一部の作では名前が異なっている。家庭版ではシリーズを通してキノコ、 フラワー、スター、スペシャルの4つのカップが用意されており、SFC 版は4カップ5コース、64版は4カップ4コースで編成されている。グバ版はこれにサンダーのカップを含めた5カップ4コースで編成される。また、グバ版、DS 版、Wii 版、3DS 版、WiiU 版は過去の作品のコスをリメイクして再収録している。 グバ版は5カップ4コースで編成され、DS 版以降は4カップ4コースで編成されている。DS 版、Wii 版はレトログランプリ、3DS 版はクラシックコース、Wii U 版ではレトロコースというグループでオリジナル特別され、コーラ、バナナ、コノはサンダーで登場している。また、追加コンテンツに増やすことも可能。レトロコースによってはオリジナルのコースと 構造や周回数が変わっているものもある。アーケード版では、家庭版とは異なっており、AC 版では、マリオカップ、DK、ドンキーカップ、ワリオカップ、パックマンカップ、クッパカップ、レインボーカップと6カップある。AC2 版では、AC 版のカップに加えて、ヨッシーカップ、ワルイージカップの8カップとなっている。アッコドックス版からは一新して、キノピオカップ、 マリオカップ、太鼓の達人カップ、クッパジュニアカップ、クッパカップの5カップとなる。そして、AC 版は6カップ2コース、1コースで条件の異なるレースが2回ずつ行われる、ため、実質4コース、AC2 版は8カップ2コース、1コースで条件の異なるレースが2回ずつ行われる、ため、実質4コース、アッコドックス版は5カップ2コース。 1コースで条件の異なるレースが2回ずつ行われるため実質4コースで編成されているコース名の未表記詳しい内容クラシックコースは各作品のページを参照キノコカップフラワーカップスターカップスペシャルカップバトルコースキノコカップフラワーカップスターカップスペシャルカップバトルコースキノコカップフラワーカップサンダー カップスターカップスペシャルカップバトルコース。キノコカップフラワー。カップスターカップスペシャルカップバトルコース。キノコカップフラワー。カップスターカップスペシャルカップバトルコース。マリオカップ DK カップあり。おカップパックンカップクッパカップレーンボーカップ。ヨッシーカップワルイージカップ。キノコカップフラワー。カップスターカップスペシャルカップバトルコース。キノコカップフラワー。 カップスターカップスペシャルカップバトルコース。キノピオカップマリオカップ大イの達人カップクッパジュニアカップクッパカップ。キノコカップフラワーカップスターカップスペシャルカップ。追加コンテンツ第1弾。2014年11月13日配信開始。デイラックス版。卵カップゼルダカップ。追加コンテンツ第2弾。2015年4月23日配信開始。デイラックス版。 動物カップベルカップ、バトルコース、デラックス版。家庭版のマリウォカートシリーズの全アイテムを掲載する。アーケード版では、ほとんどのアイテムがオリジナルとなっている。星印が表記されたものは、装備できるアイテムで、インは、投げ分けができるアイテムである。家庭版のマリウォカートシリーズの特殊な操作方法を、記載する。東京都内の企業、マリモビリティ開発、旧社名。 マリカーは観光客向けにマリオの衣装を貸し出してのツアーを実施するなどしているが、このサービスに対し、ニンテンドーはサービス自体が著作権侵害である上、マリオカートの略称であるマリカーを無断使用しているなどとして、同社に10000円の支払いを求め、東京地方裁判所に提訴した。2018年9月27日、東京地裁は、 任天堂の請求通り、マリモビリティ開発に対し1000万円の支払いを命ずる判決を下した。また、マリカー社は、マリカーの故障について、特許庁へ商標を申請し、2016年6月に商標登録された。これに対し、任天堂は当社では、ゲームの故障を略して表記することがあり、商標がゲームとの誤認や混同を意図するものだ。 などとして特許庁に異議を申し立てたが特許庁はマリカーの故障は広く浸透しているとは認められないとして却下した。任天堂は知的財産高等裁判所への提訴などさらなる法的措置を求める方針である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。